国占いにございます。ランランのももです。よろしくどうぞ。今回はもものバック紹介。ももね、ほんまにカバンと帽子の量、うん、めっちゃ多いめっちゃ多い、めっちゃ多いね。じゃあちょっとどう見せて見せて。世界初です。どっから行こうかな。もうお気に入りというか、これおかんからいただいたやつやねんけど、これこれ NSC の時から持ってる、うん、もうだっておかんがだいぶ昔の時から持ってる。これミッキーのやつ。お下がり、お下がりで、これあだってお母さん、うん、え原宿これはね、もうだから東京行く時とか、あ大きいよう入るんよこれが。またそうやんな、200ぐらい結構いけるんじゃん。全然いける正直。しかもね、そこもちゃんとついてんねん。 そこもこれレザーで、多分これええやつやねん。ほんまやな。これようなどこで売ってんのって聞かれんねんけどな、知りません。古着ではないんや。いや多分ちゃうと思うねんな。なんかお母さんこれの大大きいの、これとなんかショーも持ってた気がする大きいのとちっちゃいのが多分お気に入りすぎて。で次これね、マックスバニー。あーこれもよう見る、うん、これもね、これはお姉ちゃんからお誕生日プレゼントでもらったやつ。これも付き合い長いで、多分モンが中学ぐらいでくれた。お姉が中学はないが、高校ぐらいかな。結構な使ってるやん。そう、これもだいぶ気に入ってる。20年ぐらい使ってんけど。そんなことないやろ、何歳表に、まあ、ほんなん36とかやもん私の気持ち分かった。分かんない、私はだって23歳だからほんまにただの間違えてるやんってな。具体用で言ったらこれとか。あこれこの、元彼にもらったやつや。やめてよ言わんといて、やめよてよ。ももちゃんがもらったやつやめて。さっきの口アルボートでしまえたらあかんねん。別に未練がとかは全くなくて、ただただもう使いやすすぎてそうやな。あの出ましたノッテ。結局ね、この中にある袋とかも大きいし、しょいやすさ。あ、めっちゃいい。あのベリベリベリってる。わかるわかるでわかるで。とかでもないから、普通に使いやすいよ。ビッグサイズな感じが、うん、これにワンピースも可愛いし。なんか おしゃれ感を、うん、おしゃれ感あります。さすが、そのノースフェイスのこれを選ぶチョイスがすごい素晴らしいなっていう。あの私じゃなくて元彼がね、これは。これもよう持ってるな。親友のあのダチンコのあのマイカ。ダチンコちょめ前にもらったやつで、確かこれザラかな、うん、これそれこそモノトーンの格好したりとかした時とか、うん、ヒョウ柄とかにも合うねん。これああそうやな、黄色はな、何でもこう合うから。そう結構ポイントにしやすいよ黄色って。うん、ほんまに色使うとめっちゃで、黄色好きやねん。ああそうやな、黄色のブーツ持ってるやん。だから黄色のブーツとこっちだけ合わせて、うん、あの真っ黒で仕上げたりとかもします。ああなるほどな、はい、ラックとかも黄色やしな。ラックね、その見えてないからみんなもう純粋に便利はね、もう 3口。あこれ、あそんな、あこれあの前お父さんとお母さん給料よくてごちそうして。偉いな、親孝行してるやん。もちろん。なんでまあいらんなったんやろな。多分ちょっと系統変えたからちゃう。やっぱその23歳ぐらいで系統変われへん。確かに23って一旦変わるやんかで、はい、続いては、こちら。かわいい。かわいいですね。マリリン・モンローイエーイ、セックスシンボル。 Yes, my monster sex symbol. Yeah. これね、まあ、チェーンね、まあ、私まあこうやってかけんのもあるやし。あ、めっちゃ可愛いやん。めっちゃ可愛い。でまあまあまあ、まあ、こうもつんがもう的に可愛いんかな。これ取り外し効くんや。取り外し効きます。クラッチにも斜めにも。中身はこんな感じ。うん、あ、意外と入るんじゃん。これはね、あんま入らない。そうなの。タバコ、財布。エントリーもいけない。エントリー、いや、エントリー入らない。エントリーしません。皆さんこれあの気をつけてください。エントリー入りません。これエントリー入らないのでエントリーファンの皆さん、あの気をつけてください。これもこれここ限界です。これおらんかも。エントリッツファンはおるけどエントリーファンはおらんかも。すごいね。これはね、うん、そのアメ村で、うん、セールみたいなやってるところに、うん、ポンって入り込んで500円でゲットしました。安っ。即買いした。500円。これ500円やったん。これは買い物してるやん。めっちゃ可愛いやろ。だってセックスシンボル関係ないよ別に。いや、こんなセックスシンボルここに掲げられ500円ね。なんかマリリン・モンローセックスシンボルって2個目入手おらんから。マリリン・モンローイコールあの口に突っ込むやつとか。口に突っ込むやつオードリー・ヘップバーン。そうやな、一緒やろそんな。これお気に入りです。続いては、はい、こちらディーバー。出た。かわいいな。かわいいよ。かわいい。かわいい。リーゼルな。
可愛い。いや可愛いねんけど。で机に置いてみて。うん、あーこの音。柄悪いねんこの。あー柄悪い。机に置くとき。もうこれしゃらだだ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 だ。もう柄が悪い。ほんまにやめてこれ劇場持ってくんのとか一回さなんか舞台でリハでこれつけていって下ろすときに、うん、あのフットマイクあるから、うん、バリ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 ほら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 やめてほんまにこれかわいいほらもう今の音とかめっちゃお気に入りこれはちょうどええサイズやしサイズもいいし形も硬いし、うん、これがビールとかぶっかかっても吹いたらいけるんでもそう定義がみんなと違うのよ何が酒かからへんとかこれねさっきのこのマリリン・モンローのやつ、うん、鎖をつけたりもするしっくりくるやろこれほんまやかっこいいねほらこうやってもこれでも全然かわいいほんまやこれ持ってる人おるんやったらこれチェーンに合わせてもいいよ、うん、めちゃくちゃオンリーワイドほんで最後かなこれこれはねあなんか何これお菓子のそうこうさこういうやつあるやんえエントリーこういうのもエントリーあるかもしれんだからあるかめっちゃ可愛いやんこれ実はお母さんがくれたまたやっぱ原宿っ子やろアメリカのお菓子のパッケージを全部つなげていってんのよ、うん、これすっげえななんかでもなんかこれつけてもなんかかっこよくないほんまや普通になんかこうももちゃんのバッグはこうポイントにしやすいものばっかりやあ結構そうかもしれへん、うん、だからもうそういうのじゃない時は、うん、あのさっきの元カレバッグとか使うけどでもうんあ私は別にあれですよそのあの元カレのものを大事に取っとくとかいうことじゃなくてあれがマジでただ使いやすかったからっていうだけ物に恨みないってタイプやからそこだけよろしくな、はい、そういうことによってなんかああってみんな別に思ってなかったと思うで違う違うわざわざ言わんでよくなかったちゃうやん推しで引きずってんねや引きずってないってやめてやそんな言うともし見てたらどうすんのよ目泳ぎすぎやろやめてやそんな言うともし見てたらどうすんのよほんまに別にそんなんじゃないもんもうダチンコやもんダチンコちょめ他にもらったから大事にしようかなって思ってる買ったんかなどこで買ったんブックオフらしいお母さんってブックオフ行くんや中古やからなでもめっちゃ綺麗よね傷一つないねんかすごいだからその最初に買うた人が、うん、ベロベロで買ったんちゃうでお母さんがシラフで買ったんちゃうってなことでね今まあまあまだあと2倍ぐらいあんねんけどマジででももうそれはもうあんま使ってないからああまあじゃあスタメンやもうスタメンもうレギュラーメンバーですこれが、はい、ってな感じですかね、うん、はい、はいまた、コメントいただけたらと思います、はい、それではごきげんよう。